どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、こちらの妖怪ウォッチのフィギュア、友達妖怪大集合を使って検証してみたいと思います。この廊下に妖怪ウォッチのフィギュアを、まあ、100体ぐらいざっと並べた場合、うちのその柴犬奈々ちゃんはこのフィギュアを倒さずに歩いてくれるのか、そちら検証してみたいと思います。なんか海外の動画やったかな、なんか猫ちゃんが、なんか倒さずに、なんか廊下に置いてるものを倒さずに歩くことができるんだよね。準備整いました。準備できてるかな。ちょっとスマホでも録画しとくかな。お、来そう。これそうじゃない？あ、興味を持ってくれてるけど。お、興味を持ってくれてるけど、こっちまで来れるかな。でも置いといたら来るっちゃう。まあまあ好きな。芋なのなのお芋だよなの見てるね。来るか。芋だよなのおいでかも。来るかかもななきょんお芋だよん。お、カモン。なになになに。近くに。くん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 。くん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 。どう？なーのちゃん。恐る恐る。めっちゃ恐る恐る。恐る恐る到着。ちょっとビビってたなやっぱ。よきゃんにしかしく。あ、お前持ってきよって。食パンも返せ。よっこいしょ。ななちゃん、ななちゃんおいで。いけるかな。すんなりや、すんなり。すんなり。賢いな。賢いね。すんなり。あ、まだ食わようった。もうあかんわ。うす。リバニャン、食わえとる。もう少しだけ狭くしてしサードステージ。ほら、なな、芋、芋。あー、そっちじゃない芋。芋だよ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 。来た来た来た、あー倒れた。はい、ごくろうさん。なんかだんだん出てきそう。あれちゃったな。もう普通に来れるようになったんやけど、道関係なくなったんやけど。